世界知的所有権機関加盟国加盟国非加盟国世界知的所有権機関は全世界的な知的財産権の保護を促進することを目的とする国際連合の専門機関である。1970年に設立されスイスのジュネーブに本部を置く。加盟国は191カ国。事務局長はフランシス・ガリ。 1892年にはこれら両条約の国際事務局を統合して世界知的所有権機関の前身である知的所有権保護合同国際事務局が設立されこれ以降永年にわたりパーアップピーが知的財産権に関する様々な条約の作成及び管理を行うこととなったパーアップピーは当初スイスのベルンに本部を置いていたが1960年に ジュネーブに移転した。1967年にバー・ピーを発展的に解消して、より強化された知的財産に関する国際事務局を設立するために、世界知的所有権機関を設立する条約が作成され、1970年に同条約が発行したことにより、ワイポが設立された。そして、ワイポは1974年に、 国際連合の14番目の専門機関となった。ワイポは、知的財産権保護の国際的な推進のための活動を行うとともに、知的財産権に関する条約、国際登録業務の管理、運営を行っている。このうち、知的財産権保護の国際的な推進のためには、知的財産の保護に関する条約の作成、 途上国への技術協力を通じた知的財産の保護水準の向上及び情報化の推進等の活動が行われている。ワイポはその活動を行うために一般総会、定約国会議、調整委員会、国際事務局を有することがワイポ設立条約に定められている。また、リオデジャネイロ、北京、東京、シンガポール、モスクワに事務所を有する。 このうち東京にある日本事務所は2006年9月1日に開設されたものである。一般総会はワイポが管理するパリ条約、ベルヌ条約等の条約の定約国で構成される。事務局長及び調整委員会の報告を承認し、指示を与えることにより、ワイポの最高議決機関として機能するとともに、事務局長の選任や、 共通経費の予算の採択等を行う。定約国会議は世界知的所有権機関を設立する条約の定約国で構成される。知的財産権の分野における一般的な事項について討議し、勧告を採択する。調整委員会は世界知的所有権機関を設立する条約の定約国で、かつ工業所有権の保護に関するパリ条約及び、または 文学、美術作品の保護に関するベルヌ条約の執行委員会の構成国である国で構成される。ワイポが管理する複数の条約に関する管理上及び財政上の事項その他の事項について、特に同盟共通経費の予算について、同盟の内部機関、一般総会、定約国会議及び事務局長に助言を与える。国際事務局はワイポの事務局である。 機関の主席行政官である事務局長が指揮し、二人以上の事務局次長が置かれる。特許協力条約特許手続上の微生物の帰宅の国際承認に関するブダペスト条約以上の国際登録に関するハーグ協定表彰の国際登録に関するマドリッド協定日本は未締結表彰の国際登録に関するマドリッド協定の議定書原産地名称の保護及び 国際登録に関するリースボン協定日本は未締結国際特許分類に関するストラスブール協定以上の国際分類を定めるロカルの協定表彰の登録のため商品をびサービスの国際分類に関するニース協定表彰の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定日本は未締結ありがとうございます